こちらが1985年のカタログになりります。す少し白黒ででかりづららいい。んですけれど、ご勘弁くださいこちらの場合はですね、1985年ですと、まだスピードコントローラーが一般的ではない時代です。じゃあどうしてかっていうと、2チャンネル、2サーボ、サーボですね、ハンドルにつけるサーボのタイプを後ろの方に持ってきて、それでスイッチで動かした時代です。ですからこれ、みんなスイッチになりますね。で、見たことあるような、なんかちょっとあの再販で見たことがあるっていうタイプは多いんですけれども、基本性能が優れてますんで、その、 刻版ということで出てますで。こちらはすごく印象に残ってますけど、タミヤの競技用スペシャル、ブラックカウンタック、あの前にもあの少しあの、えー、紹介しましたけど、ブラカンって言われたタイプのプラスチックの綺麗なラ,ランボルギンカウンタックですねで。こちらがセリカのグループ5で、プラスチックボディのタイプですね。後でポリカボネートで再配になったりとかもしましたけど、プラスチックでシャープに仕上がってました。 このような、これはあまり再配にはなってないんですけど、280Z でポール・ニューマンが実車を乗っていたレースカーのタイプで、トルネードという12分の1のレーシングカーを利用してますので、かなり性能が高かったですね。でたまに采配になりますけど、こういうゴルフとかですね、このルノーサンクとか、個性豊かなタイプなんかも出てました。でここののののようにあの12分の1分のポルシェを出してたりとか、この後は、 RM01 の発展型になりますけれどもで、懐かしいのはこういうホンダの F2 ですね、プラスチックボディで、F1 ブームは相変わらずあったんですけれども、それに続く F2 ですね、特にこれ、ホンダの F2 なもんですから、記念すべき国産の F2 ということで、モデル化になってあの人気がありました。でこれはもう、あのワーゲンオフローダーはもう一つのジャンルになってるくらいですね、プラスチックボディで、いまだに再販になると人気がありますね。 こちらはあの外人かなんかよくかんないですけど実車をこれを元にして作って走行ができるモデルがあるっていうことでそのくらい人気が高いモデルなんかもあのタミヤさんのこちらのタイプはあの多種多様なシャーシーがあったもので飽きなくてやはりまだ現在に至るまでに脈々と続いてる流れですこちらのセリカなんかはやっぱり一世を風靡してローデンストックのスポンサーがついた西ドイツのディーラーが作った車で一世グループ5のブームの時に一世を風靡したタイプですね。 あのすごくこの実写のレースの結果だけがポンと出て活躍してるっていうことで、まあ、形がすごくかっこよかったもんですからプラスチックボディできれいに作ってあって88のはもったいないくらいの当時の出来でしたねその後復刻版ということでプラスチックボディが金型の問題かなんか知らないんですけどポリカーボネートになってしまったもんですから少しシャープさが限りがありますけど実装行としてはそちらのボディの方が実践的でしたねですから当時のこのプラスチックボディの持ってる方っていらっしゃるんでしょうかね まあ、多分大事にされてると思うんですけれどもそういう方がいらっしゃるんでしたら教えてもらいたいところですねこちらのブラックカウンタックはその後かなり経ってからあのタミヤの催事の時にボディだけは当時消費税がまだ導入される前の金額で3000か3500円で売ってたっていうのをお客さんに聞いたことありますねそれが最後の情報ですねその後はプラスチックボディのこのカウンタックはよみがえってませんからその当時持ってた人なんかはすごくお宝の車体になってると思います えこちらも懐かしいです、ね、あの分かる人はちょっと少ないかもしれません、フォードレインジャーで、ハシオ型フレームでギアボックスつけて、ギアチェンジでこうやったりとかできる走りですね、それのブレーザーというタイプで、やはりこの時代をあのかなり先取りしてたタイプなもんですから、この辺は好き嫌いがちょっとはっきり分かれたんですけど、より実写っぽい感じで動くっていうので、大型のモデルでした、こちらの方は。 でこちらからはもう有名中の有名なスターが並びますんでファイティングバギーですねこれはもうあの再販によくかかってますんでもうこの当時に、まあ、二輪駆動の1クラス上のリアサスペンションとか特徴的なタイプで、えー、作ってましたねやっぱりプラスチックボディで再販は再生産のタイプはあのこちらの方でほぼ基本的には変わってないですね作りにくいところはさすがに直してありますしラクダのバッテリーはもうないですからあタミヤでしたらリフェバッテリーを使ってくださいということですね で、こちらがワイルドウイリスですね、現在でこそワイルドウイリスていう名前になってますけれども、初代はワイルドウイリスっていう名前でした。で、見ていただくと、復刻版と何が違うんだっていうくらい分かりづらいんですけれども、基本的にボディは同じものを使ってます。フレーム、タイヤ、ホイール、シャーシ周りは全部丸ごとあの変更してあります。どうしてもその構造上であの弱いところが現在の,あの走行を考えると、より楽しく遊びたい、遊んでもらいたいというタミヤさんのことで、シャーシ周りは全部フル設計があの変わってます。 もうこれが一番なんですかね楽しく遊ぶっていうラジコンだと日本で一番最初のエポックメイキングなもうゲームチェンジャーみたいなモデルだったと思います。でこの当時から過剰品質くらいにこのロール板の中に鉄棒が入ってますんでまず壊れないですね。ですから、このワイルドウィリー系はですね現在に至るまで復刻版に出ると必ず定番でよく売れてますし1人で何台も持っている人がいるくらい大人気ですね。でこのヘッドライトなんかは まあプラスチックで成形ですからライトなんか本来つくはずじゃないんですけれども,もう子供の時にピンバイス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 穴開けて丸い棒のやつりをやってあのプラスチックで透明のプラ板とかあとライトの受けとかでライトをつけてる人が多数いるくらいファンの人が多いんですね。 え、走らせて楽しいっていうのがありますんで、やはりこれはあのタミヤらしい。あの新しいジャンル、今ではあの早いより早くっていうようなバギーだったんですけれども、楽しく遊ぶということで、その当時のホットショットとかマイティフロックと一緒の同時期だったんですけれども、これは独自のジャンルで残ってますね。ですから、これから始まってこの路線も広がってきます。それがあのパジェロに出たりとかあのしてますね。 もうこれも息の長いですねグラスホッパー、今あの、異常な盛り上がりを見せているのは、今現在で50代の人がもう小学生の時にあにホットショットとかお互いのが買えなかったもので、これから入ったという人が山のようにいるんですね。で、あの店頭のお客さんだけでもこれ、何台も買ってる人がたくさんいらっしゃいます。もう忘れられらないエピソードでで店頭で 3 3台台買っっていいいたたただお客さんんがカウンターの上に3台並べといたんですねきっとそうするとその人のグループの人が若手の人がこう来てあなんとかさなんでこんなもの3台買うんですかって言ったらそのおじさんがあのそのお兄ちゃんを睨みつけてこんなもんとは何だって説教したのすごい覚えてますねそのくらい走行用とやっぱ模型好きな人だと予備の予備欲しがるんですから基本的には変わらないタイプでこのパドルスパイクとか唯一言うとタイヤホイールが入れづくりのが今でも続いてますけれども、えー、スピードコントローラーがアンプになってますんで 素直によく走って3 8 0ー,ーで長く遊びますので今大の大人がこれだけやってるグループなんかもいるくらい根強い二輪駆動の代表的なバギーですねこれから値段があの手が届くバギーが広がったってのはすごくあのその当時販売しててインパクトがすごい強かったですねその当時の小中学生が今50過ぎでお店に来てますから感慨深いものがすごくあります でこちらがスケールの先ほどの、えー、あのギアケースを使ったタイプの同じ流れでやはりトヨタを出してくれっていうことでハイラックスが出てこれがこのシリーズだと一番売れた思いがありますやっぱトヨタ強いっていう感じしましたねでこちらは JPS ロータス79ですねもうこれはもう いまだにあのタイレル6輪とは時々再生産になりますで。これは本当に最近再生産がかかってないんですけれども、もうブラックビューティーと言われて、ロータ79、マリオ・アンドレッティとロニー・ピーターソンが乗って世界チャンピオンを取った栄光あるマシンであの、ブラックマジックと言われているくらい、もうワンツーフィニッシュが続いて、まあ,あのロニー・ピーターソンが亡くなってしまったんですけれども、マリオ・アンドレッティがチャンピオンになった栄光,すべ栄光のマシンになりますね。でラルトの こちらはあのマーチの F2 に比べると一緒に並んで同時期に発売で F1 から見ると少し装備はあの簡略化されてますけどよく走りました。え自分もマーチ782を持って走らしてますけど走らせやすいっていうのがすごく印象でプラスチックボディで造形も綺麗でよくできてましたね。でこちらはウィリアムズ FW07 ですね07タイプでこれはあのアランジョーンズが乗ってチャンピオンになってロータこちらがウィングカーなんですね。 それはロータス78、79がウィングカーの走りだったんですけれども、そのウィングカーを,とをリスペクトして作ったタイプがこのタイプになります。あのウィリアムズ FW07 ってことはから、01から05までありますけど、05まではあまりパッとした成績はなかったんですね。で、06がこの前ですけど、非常にコンパクトな、よく走る車で、 あなんかウィリアムズってチームすごいなーって当時オートスポーツワクワクしながら読んでた覚えがありますけれどもでそれからあのどん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 性能上がってでロータス7879の,78の性能をあのリスペクトしてウィンカーを作ってこのロータス79 にはかなわなかったんですけどその次の80が少し性能的にはこけてしまったもんですからチャンピオン界になったんですね。で、このウィリアムズ FW07 は再販が一切かかってないんで、今持ってるとかなりのお宝の車になると思います。かとべ終わったって思った人は結構いらっしゃると思いますんで、持ってる人ぜひ、えー、感想を教えてもらいたいところですね。で、こちらで少し写真で分かりづらいんですけれども、競技用スペシャルの車の特徴でサンドイッチタイヤ、懐かしいですね。ポルシェあの,の後半の方から作ってますけど、このグレーに見えるところが。 ゴムタイヤで外側全部スポンジでわざわざ、まあ、スポンジに溝を掘ってやってその中に輪ゴムの大きいみたいのをはめてやります直線でこのゴムのところでグリップを稼いでコーナーリングは、まあ、の横に横じがかかるもんですからスポンジでコーナーリング性能を上げるっていう競技スペシャルの代表的なタイヤでしたね今持ってるともうちょっと劣化で走行は難しいかもしれませんけどお宝タイヤになると思いますこういうのも特徴の一つでした これを見て懐かしいと思いましたね。ブラバン BT50 競技用スペシャルで、これも再生産一切かかってないモデルですから、これもお宝のボディになると思います。やはり競技用スペシャルですから、540モーターがついて性能アップするためのものがついていて、発射性能のもったいないですね。ウィングカーのやっぱ塊ですから、フロントウィングがないタイプで、結構フロントウィングがないタイプで、横のサイドポンツンって横のこの四角いところですね、がウィング状になってるものですから、それで、 前,あの前のウィングは、それはバランスを取るための、タブみたいな印象だったもんですから、つけてない車なんかも当時はかなりありましたね、ファンで。ゼッケンナンバーはネルソン・ピケットの,ネルソンピケのチャンピオンマシンですね、有名な車ですから、再販してもらいたいところですねで。続いてですね、先ほどのワイルドウィリ,ワイルドウィリースですね、昔は、のタイプの流れで作ったのが、このアウディ・クワトロのラリーです。ですから、このボディがすごいスケールでこう作ってあるんですけど、少しあのタイヤが浮いた状態でなってますんで。 ワイルドウィリスはジープ型だったんですけれども、このポリカーボネートでフロントのマスクだけがプラスチックで自分で色を塗るタイプ、そこら辺がプラモデルのためやらしくて、ですからスケール性がすごく高かったんですねで。これはこれで面白かったんですけど、これは再販がもうちょっとかかんない状態ですね。で同じ流れでワイルドウィリスのものを車高を下げてオンロードに作ったのがこのシーターボウイリーレーサーになります。プラスチックボディで一斉を風靡して、 少し前まで XB とかで再生産になったんですけど、ここのところもう2年くらい作ってないタイプで、またぜひ作ってもらいたいですねで。あとですね、このようなランチャー037ラリーとか、このスバルブラッドなんですけど、これ以前にマイティフロックっていうこの二輪駆動のバギーがあって、これも何度かご説明したんですけれども、これから二輪駆動のバギーが、本質のバギーが始まった、もう記念すべき名車中の名車なんですね。フレームが特にエンジニアプラスチック使ってて 1m くらいのジャンプもそれまでのバンギーとは違って何らこんなしてタフなんですね。このフレームを割った人は今のところお店でいません。あお客さんでそのくらい丈夫なんですね。そのフレームを使ったものがこのスバルブラッドとそのランチャーゼルサンナラリーで,で、特にこのスバルブラッドはですね 何年かにに回くらい再生産になりますでプラスチックボディとポリカーボネートと、えー、ついてるタイプでお得感があるんですけどもやはり世の中スバリストすごく多いんですねあっという間に必ず再生産になるたびになるたびにあの瞬殺で売れるタイプですからまたぜひ作ってもらいたいんですけれどもここのところ再生産の予定がないんですねで特徴として最初にあのこれを まあ日本でその当時は XB って完成がなかったもんですから、これを組み立てて完成品の販売する時テストときに走行でアクセルをクンんと握って頭の中でどこかでそんなに速くないだろうなと思いがあったんですけど、速いんですよ、これが。ピニオンギアがローギアードに来た、あのー、したもんですから、軽くフロントの対応を上げて、ものすごいダッシュでびっくりした覚えがあります。軽いのにこう結構速くって、走破性も良くて、面白い車だなーっていうのはすごく印象的になってますね。で、それの流れでランチャーずルサナラリーですね。これはあの スケールでででああののすすごくくボディよくできてるんですねあの補助灯のフォグランプなんかもちゃんとこのプラスチックのやつはめ込んで確か小イっていうあのロゴまで見て見えたと思います。これも完成見本であの塗装もして販売したことがあります。で こちらの方はこの大きいタイヤに合わせマイティーフロックの方から来てますんでタイヤのサイズは書いてあります。でホイールアーチはすごく大きかったんですね。このボディがあまりにもスケールとしてプラスチックボディで綺麗にできたものですからなんとかオンロードに乗っけたいなと思って他のシャーシーに合わせたんですけどこのホイールアーチがでかくてなんかちょっと変に見えたんですね。でさすがタピアさんすげえなと思ったのはあのそのうち十、えー、何年くらいしてからですねこれを、 この金型を直してこのホイールアーチを小さくしてなんと、T、その当時の T エイゼルさんの車に合わせてオンローで作ってそれはすごく良かったですねただしタミヤさん心配性なもんですからここの前の時にそのモデルはついたてみたいなあの、えっと、黒いあのフロントのバンパーをあの作って開拓バンカーなんかで作っていて、えー、皆さんそれはやっぱちょっと忍びないんで切っちゃった人が結構多いんですけどそのくらいボディがよくできてましたね でエピソードですけど、これあの、昔何十年か前ですけど、えっと、私が色塗って、マルティーニもなあの塗ってとあの、完成品で販売してて、でかなり経ってから、ですねその時は忘れてたんですけどあの、10年、20年くらい経ってかなてあの、お客さんでもう50代過ぎのおじさんが、昔ね、ここでね、買いました完成品を、今でもうちに飾ってありますから、そうありがとうございますっていうのがありますんで、すごくインパクト強くて、覚えてます。<laughs> でこ,こちらもオペルの あ、そこな400ラリーでちょっと地味だったんですけれども、走破性もなかなか優れた2輪駆動であのこういうのが出てました。このように1985年でも多種多様な車種を出していて、タミヤさんというのはそれだけでお店に来る人で、やはりあの再販のあのタミヤの棚があるんですね。そこんとこはすごく楽しそうに見てる人が多いんでで、ちょっと話しかけると、やはりタミヤのどの車から入ったっていうことを。 をあの伺うと、もうそこだけで話が尽きないくらいの,あのニコニコしながら見てる人が多いんですね。そのくらいやはり皆さんに愛されてるモデルがすごく多いと思いました。これが先ほど言った三段変数のスピードコントローラーですね。さすがにこれは出してみても面白いんじゃないかと未だに思うんですけど、さすがにこれはサーモン用意しないんで、セメント抵抗。タミヤさんはですねこのセメント抵抗で熱がすごく出るので、このカバーのアルミのカバーとかもちゃんとコストをかけて。 あとから追っかけて作ったり安全にすごく気をつけていてそこはすごく大したもんだなと思いましたそれから過渡期でこういうふうに今これは CPR ユニットって懐かしく思ってる人もいますけどアンプユニットになってよりスムーズに動くようになってますねでこのようにタビアのモデルだけでも、えー、もう1時間でも2時間でも喋れますんであのかなりあの思い出合ってる人がたくさんたくさんいらっしゃるのは分かりますんで是非そういう思い出とかございましたらあのコメント欄にあの載せてみてください えー、このようにあの面白いものですね今回はタミヤ編ですけど他にもいろいろございますんでまたアップしますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします合わせてマルサンホビーでは、えー、自社サイトヤフーショッピングアマゾン等で現在のラジコンもあのよく販売してますし、えー、あの復刻版も多数の系でありますんでぜひチェックしてみてくださいご要命もお待ちしてますいつもご清聴ありがとうございますマルサンホビー動画チャンネル昔のラジコンの系譜タミヤ編になりますどうぞご覧ください えー、タミヤの系譜なんですけれどもやはり時代,あの時代をリードしていてやはりこの業界のやっぱりトップリーダーですねのタミヤでよくホビーショー行くとタミヤさんのところに行くと大体動きが分かるというくらいに言われてるタイプの、えー、メーカーなんですけれどもそちらの1985年くらいからの資料が出てまいりましたのでご説明します。